お願いします。まず試合の感想から聞かせてください。久保選手優勝候補だと僕は思ってて、対策もしっかり練って、まあ僕の予想だともうちょっと早く弱ってくれるかなと思ったんですけど、まあ、彼やっぱ強かったですね。踏ん張って見せ場である回転技を出させてくれなかったというか、まあ、そういう意味では後者かなと思うんですけど、まあ、僕の中ではその悔しいというのもあるんですが、まあ、いろんな選手に圧勝してきている久保選手に、まあ、あれだけダメージを負わせたのは、まあ、収穫かなと思うんですが、まあ、立場的に僕のは年上なんで、本当は僕はコントロール、あの試合をコントロールしていなきゃいけないんですけどね、まあ、相手をにちょっとどう攻略しようかなって悩んでたところがあったんで、そういう意味からいくと、まあ、彼の弱点を見つけたかなっていうのと、まだまだ自分には可能性があるなっていうのを感じました。はい、やっぱ一番手応えがあったのはやっぱりインローですか。そうですね、インロー、そうですね、彼の得意な距離が嫌だと思わせるというか、彼がもう、ああ、どうしようかなっていうなのを感じたんですよね。あ、ちょっと何やってもリンダー合わされるからちょっとどうしようもないなっていうのを感じたんですけど、まあ、そこでちょっと2ラウンド目に一発もらっちゃったんで、それが響いたかなと思うんですが、あのまま、ポカしなければ延長な、まあ、延長に引きずり込むって時点でちょっとあんまり K1 的には良くないんですが、延長いったら必ず勝てるかなっていうふうに、まあ、あのままローを聞いてると思うんで、というふうに自分で解釈して、まあ、少しちょっとすっきりはしてますね。悔しいっていうのもあるんですが、まあ、自分の思ったことは間違いじゃなかったというか、はい、で、まあ、一番悔しいのは、まあ、足技はもうちょっと出せればなっていうのは思いましたね。はい、こうしてお話聞いててもなんかすごくすっきりしてて、あんまりこうなんかすごく悲壮感はない感じだと思うんですけど、もうやっぱすぐに試合したいとかそういう気持ちですか。あ、そうですね、そうです。悔しいっていうよりも自分が進化したなって思いましたね。本当に久保選手優勝候補だと思うし、一番やりたくないなと思った選手なんで、まあ、そういう意味ではそれを克服、まあ、ギリギリできなかったんですが、まあ、できたかなっていうので、まあ、敵を一人潰せたかな、63キロの選手を一人攻略できつつあるなっていう感じです。優勝候補一人ですね、攻略しつつあるなっていう風な手応えはありましたね。はい、多分すぐやりたいといえばやりたいですね。はい、その右足はどうされたんですか。あ、自分で蹴って痛めただけです。あ、はい、まあ、そんなひどくないです。はい、久保選手は結構ミドル蹴ってきてましたけど、あれはダメージは。いや、ミドルはそんなにちょっと赤いぐらいですね。あ、もうそれもこう攻略できたというか、だから彼にミドルもらって何もできない選手を何人も見てきてるんで、そういう意味では僕は前進したかなと、他の選手にも、まあ、久保選手倒すのはあそこかなみたいなのを見せれたかなと思います。はい、結構実際体格差があったように感じたんですけど、圧力とかパワーの差は感じました。パワー、そうです。僕は距離を取ってたんで下がってるように見えたんですけど、まあ、そんなに圧力は感じなかったんですが、まあ、若いし勢いはあるなと思いましたね。はい、だから、まあ、僕が下がっちゃったから一発もらっちゃったんで2ラウンド目で、それはちょっと反省しないといけない点かなと思います。はい、まあ、願わくは久保君が優勝してくれて、まあ、一番強かったのは尾崎選手だと言ってくれたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。